こんばんは、山城と申します。さあ、用事も済ましたんでね、真っ盛りの駅を今から帰ろうというところですね。あ、ちょうど快速名が来てました。時刻は10時50分。さあ、乗ろうかなと思ったら、おいおいおい、あ、閉まっちゃったぞと。これはいけない。なんとですね、乗り過ごしてしまったんですね。快速見え。出てっちゃったね。特段ね、公開数券持ってるんでね。あ、ちょうどね、快速見えで、あ、いい時間にね、帰れるかなと思ったら、なんと行ってしまっちゃったんですね。これはいけません。ではね、次の時間って見てみるとね、まあ、結構待たないといけませんね。で、よく見てみると、10時45分のが今出てたんですよね。あら、ね、42分、次は42分。でも、10時1時26分。特急なんてありますね。これはやっぱ乗らないといけないでしょうということでですね、買っちゃいました。特定特急券ということでですね、650円なんですね。真っ盛りから4日、4日駅まで、そうなんです。実はね、結構安いんですよ。これ要は特急料金自由席なんですけど、実はね、これね、重要なのが近鉄特急と比べてみた場合ですね。実は近鉄特急って920円するんですよ、4日駅まで。そうすると計算してみるとね、東急南京の場合、これ790円の、ね、特段で使ってますから1440円。近鉄東急はね、合わせると320円もね、高いよということなんで、これはね、全然コスパ的にあるじゃないかということでございますね。で、この特段ね、4回指数券を使って、じゃあ、これで、ね、特急南京で行こうじゃないかと思ってたらね、あれ、荒滝さんがあるな。実はもう弁当買ってあったんですけどね、荒滝さんでもやっぱ、目があったら買わないといけないよね、ということでね、買っちゃいました。弁当2個でございます。で、もう1個の弁当は、前にも紹介させてもらった、富竹商店さんでしたっけ？あ、富安寿司さんでね、で、買わせてもらったやつです。今日町の駅前すぐにありますよ、ということですね。で、ここでね、今、あれは今のは亀山行きの、紀勢本線の電車ですけどね、実はね、特急なんて私、1番線来るのかなと思ったら3番線に来るんですよね。っていうのは、だいたいね、こういう駅の構造の場合、特急列車はもう一番手前のね、ところにやってきましたっていう、熊野市とかがそうですよね、ケースが多いんですよ。真っ盛りはそうじゃないよ、ということですね。で、まあ、買った弁当を見ながらですね、まあでも普通の人なら20分、20分ぐらいでね、快速民がやってきますからね、これに乗るだろうっていうところなんですけどね、まあやはりね、1分1秒きちっとはきませんからね、そう。少しでもね、早く動ける人が出世するってね、最近読んだね、なんか、自己啓発の本でそんなこと書いてありましたからね。で、ちなみにね、これ、快速名の指定席530円ですから、これ、普通券と考えてみると、普通料金で快速名の指定席乗るよりも、この特段の方に、この、自由席特急券を使った、ね、特急南京に乗った方のが、なんとお得になるというね、実はこの、特急南京で、真っ盛が4日って移動するって、実はすごくコスパがいいんですよね。しかもね、これ今、那智勝浦行きのやつを映ってますけどね、自由席って、あっちの今のところで言う最後尾の方なんですよね。で、これね、快速民は実は一番線に来るんです。やっぱ快速民に乗る人が、こっちの方に行く人が多いよねっていう前提で作ってあるんでしょうなというのは、ここら辺からもわかりますよね。ということでやってきました。これがね、ワイドビュー南紀でございます。これが名古屋駅南特急南紀4号ですね。そう、この先頭車両が実は自由席なんですよね。ということでね、空いとるかな。ね、もうね、先頭車両座っただけでもね、展望がいいんですけど、やっぱしね、乗れるならね、一番先頭乗りたいよねって思ってね、どうかなどうかなと思いながら、このね、乗り込んでいくわけです。そうするとね、結構真っ盛駅で降りてかれるお客様も結構いらっしゃるんですね。まあ、まさかまでだとね、遠方からまさかだったら需要あるんだろうなというところですけど、乗り込んでくるお客さんは、ね、2人だけでしたね。で、指定席の方に1人乗り込んでましたけど、なんと空いてたんですね。先頭車両が。これはラッキー。すごく嬉しい。ね、見てくださいよ。この展望ですよ。これで近鉄特急より安いんですかね。これはね、価値あるでしょ。これが自由席ですからね。これはね、ぜひ、T85 系乗るときは自由席がおすすめです。ということでですね、早速、真っ盛駅を出発して、楽しい四日市までの旅が始まりますよ、ということでございますね。で、これね、一旦単線になりまして、ずーっと北上していく形になりますね。まあ、今はね、ずーっとあるわけでございますけど、ここでね、ぴょんと分かれてね、あ、左側、そう、通行になるって、ね、感じが一瞬しますけどね、ってなりますけど、これはね、あ、左側じゃない、右側通行か。ね、みたいになりますけど、これは要は
名称線ですね、分かれていった方が。で、この先でスーッとそのまま名称線の方は先の方に行って、また伊勢沖津駅とかの方に行きましょう。まあ、最近一石に行ったやつも上げてますし、伊勢沖津行ったやつもね、動画上がってますので、よかったらね、関連動画のところにございますので、ぜひご覧いただければと思いますけど、実はこの全面展望から、本当にね、この後奇跡のような画像もね、撮れますんでね、お楽しみいただければと思います。ちなみにこれね、ワイドビューというだけあってね、もう横もやっぱし景色いいですね、ということでございますね。で、やってきましたのが、高千穂駅。こうやって見てみると、高千穂駅は一線する方式、要は一つの線路が直線にスーッと敷いてあって、その脇に、両脇に、こう、履けれるような形になってますよというのは、よくわかる構造ですよね。これもやっぱし、全面でね、こんだけ広い、ワイドビューだからこそ、この前面の最前列だからこそよく見えるなということでね、改めてこの一線するここら辺もね、ちゃんとこっちの線路はね、あまり減速せずに行けるような感じで、ね、シームレスになるように作ってありますね。ということで、次はこれは阿漕駅ですね。ここもこの辺りはそうなんですけど、相手にね、待たせてる電車が、対向電車待たせてるのがありません。おやおや、なんと、快速見えではございませんか。これは鳥羽行きの快速見えですね。もうね、快速見え、図が高い。こちとら特急南紀やぞというわけでございまして、快速見えだって待たせますよということでございますね。で、ここはちょっとね、駅の構造が一線するじゃないか、その分ちょっとスピード落としてるよねっていう感じはちょっとありますよね。うん。で、まあ、ここから加速して、またずっと入っていくわけでございます。で、もう、高千穂、阿漕と過ぎたら、もうすぐに、津駅の方に向かってきます。こうやってね、今度は左側の方に、近鉄の線路が見えてきたら、もうすぐ津駅ですよ。これ、津新町駅の手前のあたりかな。で、このままずっと入っていくと、津駅の方にやっていきますということですね。まあ、基本的に停車駅は、快速見えと一緒なんで、津と、鈴鹿市駅ですね。鈴鹿駅ですね。まずは津駅に到着ということでございますね。まあ、ここもね、うん。まあ、結構降りてくお客さんが多くて、乗ってくるお客さんは少なかったかなというイメージですね。やっぱし、この辺りは近鉄、やっぱし強いのかなということでね。今、右手に見えているのが近鉄の線路で、この右手からずっとね、もうすぐにね、近鉄の線路は上の方に登っていって、このね、またいでくんですよね、JR の線路。で、今度は右側の方に。していくわけなんですけど、ここからなんですよ。ここはね、ちょっとね、注目ポイントです。ずーっとね、今、津駅を出発して、加速して出ていって、さあ、近鉄のね、高架下をくぐろうと思ったら、おや、なんかやってくるぞと思ったら、なんと、火の鳥なんですね。なんと、特急火の鳥と、ワイドビューなき、ここでね、ちょうど立体交差で入れ違うと。いうことでございます。これをね、このワイドビュー、キハ85系のね、前面から見れた、これは、家が取れたなと。これね、いやー、よう来てくれたと思いながらね、見てたもんでございます。で、このまんまね、線路の方は、伊勢鉄道線に入ります。ここからはね、高規格なね、作りになってます。もうね、電車もね、あ、電車じゃない、ね、ディーゼルですけども、かっ飛ばしてるんで、電車のようにもうね、飛ばしてきますからね。で、もうすぐにですね、ほどなくして、これは鈴鹿駅でございますね。もうこの駅なんか見てても、だいぶ規格がね、でかいですよね。で、伊勢鉄道の駅ですけど、この駅はね、だいぶ有効町、有効町は他のところも長いですけど、このね、ホーム町がね、長いなっていうのをね、改めて見ながら、もう出てきます。もうね、ここら辺もね、全部伏線です。これがすごいですよね。で、伏線のところをもうね、この土直線に敷かれた、伏線の線路を走っていく。もうね、画線がないだけでね、もうこの高規格なところをね、さらにこの高規格なキハ80系がね、もうこれでもかというぐらいに全速でね、エンジンをね、うならせて走っていく姿、すごかったですね。で、もうね、やはり城北線と違うのだよってね、感じがありましたよね。で、いうことは置いといて、で、これはもう河原の、鈴鹿川のところを越えて、河原の駅を越えたところらへん。で、ここから関西本線と合流をして、ここからはですね、関西本線ということになります。まあ、東急南区としてね、関西本線として走るのは、本当に四日市から鈴鹿の間のごく一部ってなりますんでね、まあ、短い間ではございますけど、もうここになってくると、要は、線が入ってる。まあ、関西本線は神山までは
あの電車、電化が咲いてますからね。で、ここからは、電化が咲いてるところを走っていくんですけど、まあ、ここら辺もね、実はね、南四日市までは実は伏線になってたりするんですよね。この構造もなかなかユニークな構造だなと思いながら、大気と八津が見えてきたら、これ八津ってあのゲーセンなんですけどね、さあ南四日市駅でございます。ここもね、無駄に横が広い駅ですよね。これはまあ貨物をやっておった時の名残というのがありますね。三菱ガス化学さんとかね、あなたの荷物が確かここの南四日市駅を起点にやっとったんで、結構特殊な、ガスを運ぶね、貨車とかそういうのがいろいろと止まっておったことも多かった。で、ちなみにそのね、貨車がね、今はね、三岐鉄道のね、入郷駅でやったっけ、あの、泊まに、あの、飾ってありまして、そこもね、実はうちのチャンネルでね、行ったことありますんでね、よかったら、ちらりと見ていただければ、その南四日市駅に泊まっておった、車両も、泊まって、あの、写してありますんでね、ぜひね、ちょっと三岐鉄道の動画も見ていただいたらいいかな、なんて思いながら、こっからね、重要があるである四日市に向かっていくんですけど、ここが単線なんですよね。まあ、この辺りもね、単線、伏線がね、ちょっと入り乱れるような地域になってたりして面白いですけど、まあ、この横のところが三菱ガス化学さんが、で、昔はあっちの方にも引き込み線が入っとって、あそこから貨物の抜かりなんかもあったみたいですけど、なんて言っておったら、これね、四日市駅に到着でございますよということですね。で、ここではね、直進せずにね、なぜかね、2番ホームに入るんですね。おいおいおい、なんだなんだ、特急南紀をね、横に避けさせて一体何がいるんだと思ったらね、なんと普通電車なんですよね。まあこれは駅の構造の兼ね合いでね、この普通電車があっちに止まることによって、あの四日市止まりでそのまままた名古屋に折り返していくタイプのやつはそういう感じで運用するんで、それが止まっていると特急南紀の方がまあ横にそれるということですね。まあ通過をするわけでもないんでね、まあそれでも問題ないのかなということです。まあちなみにここまで乗ってくるとだいぶお客さんも数も少なかったですね。ということでね、悠々自適な旅を終えまして、四日市駅に到着ですというわけでございますね。いやー、本当にね、先頭車両、まあ先頭じゃなくてもね、本当にあのこの先頭車両に座れれば、景色いいですし、まあ自由席もね、だいぶ空いてますからね、これはね、結構おすすめできるんじゃないかな。もうこれ先頭取れたらね、ガチでいいですけど、ちなみに、先頭のところはあの前がね使えるんで、足が伸ばしにくいっていうのがまあ唯一な点ではありますけど、それを差し引いてももうあの景色味わえるのね、今だけですよ。というのもね、もうキハ85系が今度 HC85 系というね、新しい、やつに入れ替わるよっていう話が出るので、もう車両もね出来上がってますから、もう近いうちにこのキハ85系も南紀の方もね置き換わってくるんじゃないかなと、いうことでございますが、今平の方はね変わってくるかなというところですけど、もうこの南紀でこのキハ85系が見られるのももうあと少しかもしれませんので、ぜひね今のうちに、で乗るならぜひこの自由席でね、お得な、で綺麗な景色楽しみますよというのを一応紹介して、でしかもお値段安いですからねというアピールをして、最後にねこの四日市からの、まさかからね、の切符を通して、これで無事企画終了でございますということでございます。またよかったらね、ぜひね、他チャンネル登録とかもいただければと思います。ということで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。